Now we have two video testimonies. Let's take a look at these. モアザンナカーペンターのクラスに参加したんですけれども、私はクラスの中で本当に聖霊の臨在を感じることができました。あるクラスでイエス様の弟子たちがイエス様に叱られたというような否定的な出来事さえも聖書にはあえて削除されずに書かれているという内容を勉強していたんですけれども、その時にコメントを求められて、お父様の御言葉を不都合なその内容だと言って家庭連合が削除したり変えてしまったといったことについて自分が話し始めていた時に、突然誠のお父様の深い悲しみの心情に圧倒されてしまいまして、止めどもなく涙が流れたということがありました。それを通して誠のお父様を愛する人たちが共に集うところにはお父様もいつもそこにいらっしゃるんだということを感じました。またイエス様のことを勉強することを通して誠のお父様のことを知ることができるということをよく実感することができました。最後に私は素晴らしい兄弟姉妹たちと出会うことができました。日本に住んでいる人もいれば海外で生活している人もいて、1世や2世と共にですね学ぶ、そういう場で、そしてそういった皆さんのコメントとか証しといったそのそれぞれ一つ一つが皆素晴らしい恵みだったと思いますし、それを通して聖霊の臨在というのを感じることができたと思います。 HSU というのはその名前通りですね、聖霊大学と、その通りに聖霊と恵みに満ちたそういったものだと思います。そして HSU は信仰と神様について深く考える機会と、サンクチャリ教会の素晴らしい兄弟姉妹たちと出会う、そういう機会を与えてくれると思います。それは誠のお父様と四神様が与えてくださった大きな恵みだと思います。お父様と四神様に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。私が聖霊大学を通して変わったこと、それはイエス様に対する考え方です。今までさまざまな講義を聞いたり、修練会にも行ってきましたが、イエス様の霊的勝利以外の勝利、その聖句の成就ということを聞いたことがありませんでした。なので、私がイエス様に持ってきた印象というのが、メシアとして失敗された方、失敗者というイメージが強くあり、勝利したメシアであるお父様と失敗してしまったイエス様というふうにお二方を分けて比較するような感覚がありました。しかし、神か大工かをまた読んで、皆さんとディスカッションしていく中で、そしてまた、ヒョンジニムの御言葉を聞いていく中で、イエス様もお父様と同じ夜の神様から来られ、同じ神様の血統を持って来られ、同じ聖子を持って来られたキリストである、メシアであるという内容がようやくピンときて、衝撃というか何かが開けたような、そのような感覚を得ました。そしてまたイエス様もお父様も審判主であり、新郎であり、王の王であるという、そのような内容がスーッと入ってくるようになりました。と同時に、今までイエス様を低く見て、キリストとして、そのメシアとして受け入れてこなかったその自分に対して、ものすごく、その自分を見ながら、本当にイエス様に対して申し訳なく思い、
初めてイエス様の前に悔い改めるような、そのような思いが湧いてきました。本当にもこれからはもっともっとキリストメシアという方を深く知っていきたいし、聖書もより一層深く学んでいきたいです。そしてまた今も毎日のように山に行っているのですが、もっと自然の中に飛び込んで、そしてまたお父様が愛された釣りなどもしてみながら、本当に私と神様、私とキリストの関係性をもっともっと深めていきたい、そのような思いになりました。ありがとうございました。